花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金吉郎です。1週間後、ご無沙汰しましたということでね、最初曲とか言ってたのにすぐ出ちゃった、ごめんなさい。今日はね、金玉ということで、はい、全然打ち合わせと違うじゃないっていつものことでございます。なんだいきなり、という思ってましたけどもですね、はいはい、今日金玉でね、はい、桜田君がちょっと東北ミニツアーということでね、行ってますのでですね、はい、今日は松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。座るいつもなんか位置も違う ね、 なんかちょっとおかしい感じ。いや、どうなんだろうね、2人でこうやって向かい合って喋るのもなんですがそう、ゲストに呼んでいただいたことがあって昔ね、最初に、それ以来ですよ。そうでしたか、はい、うん、ということでですね、はい、今日は楽しくやっていきたいんですが、CD をねちょっと一曲まず最初にかけたいと思うんですけどもですね、これは、僕の歌なんですけども、はい、今ちょっと流れてますね。BGM でちょっとドア玉からね、それもう一回かけたいんですね、はい、聞いてみましょう。これ柳葉敏郎さんのね、これベストアルバムの、アルバムタイトルになってますね。アルバムタイトル曲なんですね、ですこれね、君の名はになってますけども、はい、これ僕の Still I Love You っていう曲ですけどもね、はい、まずこれから聞いてもらいましょう。敏郎さんの歌う、君の名はというタイトルになってますけども、サブタイトルが、Still I Love You っていうね、はい、作詞作曲私がさせていただいたんですが、このアルバムのタイトル曲になってるね。すごいですね、うん、君の名は。これ何年前ですか。これは一応150年ぐらい前にまたもうそういう冗談を、ただこれデビュー、ソロアルバムじゃなくてソロデビューしたの、ソロシングル、そうですね、ソロアルバムですね、これはね、この中でのタイトル曲になった曲ですけどね、なんか爽やかでいい感じですね。爽やかでしょ、ねえ、もっと歌ってくれたらいいのにな、ね、何が柳葉さんも、いや、ライブの時は歌っていただいてると思いますけども、ライブやってこれ結構ね、いろんな人がね曲書いてるんですね、実は。ああ、このアルバム、アルバムの中ね、ちょっとね今見てみますとですね、例え、あ、ここに出てるのかな、こっちじゃない、こっちか、これ
あのアレンジがね、戸塚治虫さんっていうね、昔あのいろんな曲のアレンジされてた方なんですけども、まあ、柳葉敏郎さんの 作詞もあるんですよね、うん、これね、あのいろいろありますけどもですね、編曲中村雄介さんとかね、あ、はいはい、結構ね、あのいろんなそういう人も、あの入ってるアルバムですねこれね、あ、ほとんど中村雄介さん多いですねこれね、ほとんど、うん、作詞もなんかご本人されてませんか、知ってないですか。そうです ね、あの本人の作詞の部分とありましたね、まあ、君の名前ってこのシングル曲に関しては僕が作詞作曲っていうことね、うんうん、なりますね。すごい見開きだと写真になってるの、こうほらちょっと若い、あーかっこいいです ね、勢いが、うん、ちょっと写真撮っちゃいます、こういうね、ね、うん、ことが言ってます。ちょっと過去をね、あの彼女の過去をちょっと思い出してみましたけども、そこ声渋い、渋いです ね、この時は、まあ、その伊勢踏みで踊ってて、その後にまあシングル、ソロデビューしたっていう ね、ソロアルバムになりますね、これね。でもまあ、昔の歌ですけどもですね。さてさて、今日はね、金玉ということで、はい、先週ラジオ放送後からね、僕はすぐにね、あの、スカパに行かせていただきましたね、はい、今日もあの、まっちゃんがね、来てるのお疲れ様でした、なんかね、3日間もね、お付き合いいただきましてですね、まあ、あの初日に僕は金曜ライブっていうね、はいはい、ことで出させていただきまして、あれがもう600回以上ですね、600何十回かちょっと忘れましたけど、650、60回やってるんですね、毎週金曜日。すごいです、すごいよね、本当にすごい、本当にすごいと思います。毎週金曜日ね、あのプカプカで金曜ライブやってますけど、はい、それにねちょっとね、あのもう組み込まれてたの名前が何番目にエントリーされていた、エントリーされてたので、あの、まあ、1体以上ね、そうですよね、そう、あの上にちょっと泊まらせていただいてしてるんで、あのそろっと上で酒飲んだりしゅうたらもう怒られちゃうんで、何かしないとね、そうそうそう、労働で奉仕をしないと、うん、だからなかなか割とね、そ、うん、ちょっとエントリー何番か今間違って開けてくれてます、何番になってますそれ、エントリー6番目ぐらい、最後から2番目、ああ、そう ね、それで、あのご挨拶があったらもう、あのね、はい、ちょこっとだけ本当にちょこっとやらせていただいたんだけども、3曲歌って CD2 枚売れたからね。あ、すごいすごい素晴らしい。いや、だからでもありがたいですよ。でもスカラの人もみんな、ま、ね、待ってあの持ってるから。そうですよね、うん、そうじゃない方がね、ちょっとあの、まあね、若い女性の方2人お見えになってて素晴らしい、ね、でもさらっとね歌おうと思ってたんだけども、やっぱほら女性がもうかね、来られたらもう俺ハッスルしちゃって。ハッスルって言葉がすごいね。ハッスルコーラしちゃって。ハッスルでどうぞ。ハッスルコーラってなんか後で知らない。ハッスルコーラ、うん、何ですかそれ。あの、おまじないみたいな。知らない。知らない。それは、ハッスルコーラ、うん、いや、知らない。初めて聞きましたよ。まあいいや。これなかったら話にしましょう。それで、あの、はいはい、静かにちょこがアコースティックでやるところがアホになっちゃったから、もうね、静かになんて無理ですよきっと、ね、うん、それでね、あの、あのちょっとあの打ち上げとか ね、ちょっとやって、ちょっとですか、そうで、結局はやっぱ朝までやりますよねでしょうね、うん、で次の日がですね、はい、これちょっとね、あのお祭りにちょっと合わせて今度伺ったんですけども、うん、須賀川の松明祭りっていうのがある。松明明。あ、松明明か、うん。それを私が見たかったんですよね。そうそう。昔からその日は松井さんほら、あの、ライブでね、あそこでハイダウェイでライブ、はい、あの藤子ちゃんとね、うん、はいはい、それだったんで、僕はちょっと行かせていただいたんですけども、生まれて初めて見ましたけどもね、素晴らしい。すごかったでしょ、目の前で。その松明を、もう巨大な松明をその立てて、うん、それをその山の上でこう燃やしていくんですけど、へ、あのちょっと間近で見たらその迫力にびっくりしますよね。暑い、やっぱり熱い。暑い、火の粉をかぶりましたから、お、うん、一応消防の方とかも出ていらっしゃるんだけど ね、あのそうだって乾燥してたら危ないもんね。危ないけども、ね、まあ一応三大祭りの中の一つっていう、日本三大祭り、火祭りっていうね、うん、でももともとは何だっけ、その、須賀川城を攻め込まれた落城のね、落城の
寂しい、悲しい話。誰でしたっけ、あの将軍、さっき言ってました、うん、だってじゃないんですか、違う伊達藩じゃなくて、あ、伊達政宗、ね、ですだっけね。それがその攻め込まれて須賀川城が燃える、うん、そのイメージ、本当にだから鎮魂の、うん、お祭りかもしれないよね。あ、でもなんかね、ものすごい、その、須賀川の方たちってものすごく、人がいいで、良くて穏やかじゃない？なんかね、お上品ですよね。うん、なんかこう。なんか品がいいというかね、毎回感じますね。うん、だから、やっぱその中のその、力強さを感じたね、あの火の中に。うんうん、そうですね、うん、なんか町づくりとかもなんかやっぱり歴史があるっていう、お寺さんもたくさんあるしね。あ、そうですか、うん、誰ごめんになった、ちょっと入ってもらっていいよ。あら、青木さんだ。青木さん、あ、え青木さんだとか言って皆さんおなじみ の、どうぞ中にちょっと読んできて、ここなんかやっぱ金玉の時はみんないろいろ訪ねてくるよね。そうそうそう、嬉しいことに、はい、ね、お便りいきます。なんかね、はいはい、ちょっと忘れちゃいそう。うん、ペンネームマリとモモコ。はいはい。11月15日金曜日に12時から放送、カナオヨシローの音楽魂への応援メッセージです。はい、ありがとうございます。カナオさん、としみさん、こんにちは。はい、こんにちは。音楽魂福島ツアーからお帰りなさい。あ、ありがとうございます。カナオさんのブログ拝見しました。うん。プカプカスティング。大盛況だったそうで、とても嬉しいです。はい、ありがとうございます。そして今晩11月15日は、うん、郡山 M&J で、うん、ギターサポートの桜田さんが、うん、司の桜田でライブ出演しますね、うんうんうん、大成功を祈っています、うんうん、そして本題です。としみさん、11月9日南林間ハイダウェイでの、うんうんうん、高知、これ K なんですね、高知屋じゃなくて高知 K カツオ祭り、お疲れ様でした。松と桜、本当に素敵でした。松原美樹さんの真夜中のドア、素敵な曲ですね。どうしてももう一度聴きたいと思いました、うん、ドラム、ベースの演奏も加わり、かっこよくて大好きです。優しく歌うとしみさんの姿に引き込まれました、うん、自分で読むと恥ずかしいですけど、それと People Get Ready、うん、桜田さんのギターから始まり、としみさんの歌う菊田さんの訳された日本語歌詞がとても良かったです。ラジオでも歌われていたので、今回のライブで間近で聴けてより感動しました。としみさんのハープも最高でした。としみさんの歌声は癒してくれる歌声で、そこを桜田さんのギターが温かく支える、本当に素晴らしかったです。ますますとしみさんが好きになってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、九十九里のね、あの親子の方ですね。あ、はい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 、マリちゃんとね、ももこちゃんです。ああ、はい、ノリノリのね。そうです、藤子さんもかっこよいステージで、007の主題歌ロックオブラブ素敵でした。高知系カツオ祭り、うん、あまりに楽しかったので、はいはい、1週間経ってもとしみさんの魅力に酔いしれています。お、今回一度だけで終わらせず、ね、ぜひもう一度、うん、としみさんと桜田さんのステージが見たいです、うんうん、としみさん、どうかお願いします。自分で書いてあるんじゃないかな。違いますよ、失礼な。それから加納さん、はい、私たち年末12月29日の大船ハニービールに行きますね、はい、あ、大船ハニービールに行きますね。加納さんのステージ楽しみしてます。あのちゃんとお調べてもらってるんですよ、ちゃんと ね、報告してないんですけど、ありがとうございます。そういえばその年末ね、12月29でしたっけね。そうですね、これ9日ね、実はあの鬼殺しブルースバンドとジョイントになったんですね。ですね、うん、あのオフなハニービー、ありがとうございます。久しぶりに伺います、ね、これからますます寒くなるので、はい、かなおさん、としみさん、どうぞご自愛ください。ももこ、ももこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいね、似顔絵のねポスターも手作りで作ってもらってね、うん、それ家に飾ってます。ありがとうございました。あ、そうなんだ、ありがとうございます。素晴らしい、ね、こんなに褒めていただいて、なんかもう、ね、なんで恐縮でございます。もうこれで最後にするって言ってなかった。最初で最後、もう何回も言いながら何回も言いながらさ、出たくせにやっぱりちょっと褒められると思う。出たくせにだって、くせにはないでしょう。いや、でもさ、あの嬉しいもんだよね。そうですね、うん、ありがたいことにね、人間ってやっぱりこう必要とされるとか、やっぱりこう褒められたりすると、ありがたいですよ、本当。やっぱそういう自信につながるよね。僕だっていつもそうだよ。いつもなんか、うん、なんかやかましいばっかり言われて、いや、そんなことない。よかったねとかいう話はあんまないもんだって。言われてますよ、よかったよ、うん。でもね、あの、嬉しいもんだよね。ありがたいです。ね、わざわざ来ていただいてね。ね。あの人たちはほら、
桜田さんファンが乗り方がね、うん、あの心得てるっていうか楽しまなきゃっていうね、あのライブってやっぱそうじゃない、ね、だからこの間スカバもね、プカプカも本当になんか皆さん方こう温かく見守ってくれたっていうか、おかえりっていうタイトルで、そうそうそう、おかえりなさいとか言われると、ね、うん、そうそう、だからただいまっていう感じになってね、温かい雰囲気もありましたし、その翌日はあの、郡山にスティングっていうお店がオープンしました、はい、あのなんかあの綺麗なね、もちろんオープンですけど、ね、落成記念とかこけら落とし、うん、こけら落としにね出させていただきました。あの地元の服部久さんとかね、うん、あのアッキーとかあのカーナさんとか、そうですね、あのあと横田さんとかね、はい、手伝っていただいてね、あのこれもね、あの大盛況でした ね、 そうでしたね、ステージ広くてね、そうステージ広いから、まあ、気持ちがいっちゃう、気持ちがいい、ね、新しいからね、やっぱり綺麗で、うん、ただやっぱりね、あのオープンするのに結構いろいろ大変だったみたい、水害とかあって それで伸びたって、そうそう、あの材料がなくなったりとかね、そういう時もあって、だからやるのに大変なご苦労があったと思いますけどね。そうですよね、もうやるの決まってたから、うん、なんか急がせちゃった感じもありますね。それもありますけどもね、やっぱりその、うん、徐々にねこういうのって積み重ねていってね、素敵なあの箱に ね、うん、ねマスター安倍さん、ま、ありがとうございました、うん、作り上げるっていうね、はい、で須賀川、まあ、祖祖さんとかね、あの金ちゃ ん、 ちゃん、あのお世話になりましたけども、あとほら、お誕生日だったりとか、そうそう、あの僕のライブによく来てくれる、そうなんですよ、今回はお祝い事が3つありましたよ。そうなんですよね、ね、誰でしたっけ、まず万歳の選挙、浩平くん、うん、渡辺浩平さん、渡辺浩平さんがね、僕のライブとかね行くために来てくれるんですけど、そうそうそう、これ県会議員当選、当選ですよ、34歳の若さ で、ね、若さでね、で俺ね、うん、応援に行ったのよですってね、個人的に浩平君で知ってるから、浩平君で失礼だけど、ね、うん、だからあの選挙演説の応援に行ったのよ、はい、投票の前に、はいはい、それでライブの最中に当選しましたとか、ライブよりもそれが盛り上がったよね、うわーっつって、もう本当嬉しかったですね、なんかありましたよ ね、 ね、だからなんかこう、それと、うん、それからほら、じんちゃんのお誕生日、いつもそれも、そう、あのワイフギャラリーの ね、 ね、あのじんさんっていう人がいて、あのお誕生日もね、そう できましたしね、だからなんかこうみんなハッピーな感じでね、はい、楽しかったですね、気持ちでねやらせていただきました、うん、はいはい、ということでね、なんか生歌をね、歌あの行きましょうよ、松下さん、私からですか、僕から行く、どちらでも、僕から行こうか、じゃあオーバーワーク行こうかな、ちょっとオーバーワーク、うん、ちょっと働きすぎて、ね、働きすぎました、結構長いしてましたねって、え、長いを長湯長い、あ、長いね、しもう行くとね長いになっちゃうね、みんなね、ゆったりしてなんか落ち着くのよ、すっごく迷惑かけてんだけども、ちょっとオーバーワークいきますか、はい、どうして朝の電車の中で寝ぼけた二人、眠ってるのにどうして眠り足りない、どうして働きすぎはいつもわかっているけど、もう分かっているけど、おいつでもいつもオーバーワーク、働きすぎのあなたと私、愛してるのにどうして、愛が足りない、どうして、心変わりはいつもあなたの方
さ。信じてるのにどうして信じきれない、どうして素直になれないのは私の方さ。一番大事だと分かっちゃいるけど、喧嘩が絶えない。愛してるのにどうして愛が足りない、どうして心変わりはいつもあなたの方さ。私をいつでもいつも Over 働きすぎのあなたと私。はい、コードめちゃくちゃだったね、ごめんね。いやなんかね、ちょっと緊張しちゃうね、今日。緊張するよ ね、なんでだろうね。これ目の前にいるからじゃないの。そうだね。失礼。な見ないでください。いや、なんかさ、やっぱり並んでてやってた方が良かったね。そうですか。失敗した。今日ちょっとやってみて。いやまだ今始まったばっかりですか。うん。巻き返しましょう。うん、巻き返しましょうか。じゃあ松下さんの歌で巻き返しますか。お便りも結構いっぱい来てるんだけど。あ、本当。お便りはもう後にしようよ。後にしよう。ちょっと巻き返しの歌をね。巻き返しの歌ってないんですけど。歌を。これでまたさ、上塗りにならないようにしないと何いきます。いや、なんかね、なんだろうな、これ生放送ってさ、なんかちょっとスタイルが変わったりとか変化があるとちょっと緊張するよね。そう、今日ね、CD もね、紹介したいからね。あ、そう、じゃあね、この CD、ちょっと、ちょっとね、ビデオ映してますけどもね、ブルースプロジェクトって言って、はい、菊田俊介とボーカルをタミーちゃんっていうね、タミーさん、はい、を迎えて、もうね、6年かそんくらい前にこれを立ち上げて、レコーディングコツコツして、やっと今年の10月に、発売になったんですね。ほうほうほう。それでそのツアーをやって、この前ほら、ツアーの宣伝させてもらったんだけど、CD を手に入れたので、もらったので、ね、ちょっと一曲だけね、聴、いてもらおうかな。アルバムタイトルは何になってるんですか？ブルースプロジェクト、グッドタイムスロールって言って、はいはい、まあその、これカバーですよね。うんうん、全部ね。だから、カバー曲、ね、カバー曲が入ってまして、はいはい、この一曲目がね、このちょうどグッドタイムスロールって入ってる、タイトル、ロッツ、これなんで、レッツだ。レッツ・ザ・グッドタイムロール。あ、レッツ・ザ・グッドタイムロール、ね、それをちょっと聞いてもらっていいですかね、タミーさんの歌をね。じゃあ、すいません、はい。Hey everybody! Let's have some fun! You only live once when you're dead, you're done. Let a good time roll. Good times roll. Let a good times roll. Good times roll. Don't care for young old. Get in the groove. Let a good times roll.
ということでね、ご機嫌のナンバー Let the good time roll、聞いていただいてますけどもですね、これ菊田俊介ブルースプロジェクト、これタミさんの歌がね何曲入ってますね。入ってますこれもちろんもうやっぱこうなんていうかな、僕はお会いしたことはないんですけど。あ、そうでしたかね。そう、はい、まあこれメンバーちょっとご紹介いただきたいんですけど、はい、ギター、まあ、この菊田俊介も何曲か歌っておりますが、うん、インストも入ってます、はいはい、俊菊田、それからボーカルタミー、うん、それからベース、うん、熊原田さん、うん、熊原田さん、はい、それからキーボードがオサム・ソダ、ソダさんで、はい、まあ、ドラムはマーティブレシーで、マーティブレシー、はい、でこのベース、うん、ベーシストのクマさんって方が、うん、ロンドンに住んでるんですね。なんかロンドン行った時にね、聞きましたね、そういう、ホテイさんとか、そのなんか、ちょうど僕行った頃にそういう時期でしたよね。そうですね。それでクマさんの話も出てましたけどね。はいはい。でクマさんが、うん、ロンドンでこのミックスダウンしたんですね、この曲はね。あ、そうなんだ。アルバムを、はいはいはい、それでまあ、うん、結構5年越しぐらいでやっと完成したということで、これ随分時間かかったんだね。そうですね、CD リリース全国ツアーを10月29日から始めて、うん、やっと10日で、うん、大阪で終わって終わったっていうことですね。終わったってことで、うん、それちょっとね、振り返ってね、ご紹介してみましたけども、ね、そうですね、これもうジャニーズみたいなね、本当に声がね、日本人離れというか、うん、本当に日本にジャニーズがいたって私は最初にそう思ったんです。ああ、なるほどね、うん、そんな感じですよね。性格はね、本当にでも、うん、大阪のお姉ちゃんって感じ。お姉ちゃんって感じ。大阪おばちゃんって言わないで。いやいや、お姉ちゃん、おばちゃんって入ってますよね。私よりも全然若いですからね。そうね、若いでしょ、まだ。はい、うん、すごいね。生まれが大阪なんですね。大阪みたいですね、うん、でずっと大阪に、デビューした時から、はいはいはい、大阪在住でこっちでデビューって、もう何曲も出してるんですよ、アルバム、うん、名前も。そうですか、うん、でブルースはこれが初めてでね、うん、で本来は、まあ、シンガーソングライターですよね。あ、彼女は。そうなんですか。なんか全く違う感じのギター、そういうなんか日本語の曲も聞いてみたいね。そうですね、まあ、機会があればね、うん、ぜひラジオでも私もご紹介したいので。そうですね、またね、はい、改めましてね、ご紹介、はい、いたしましょう。タミでした、タミさんね、はい、ということで、ご紹介しました、松下さん、じゃあちょっとここで、歌いきますか。いきます、いきますよ、うん、松下さんはあれですかね、ちょっと今日全然なんかバタバタしてて何にも用意してきてないような気がするいつものいつものパターンですけど、うん、ね、まあちょっとスタバでもね歌わせていただいたんですけども、そのなんかちょっとやっぱ水害とかねあってね歌いづらかったんですけども、僕のリバーサイドマイホータウンを松下さんちょっと言ってみますか。はい、ね、いきますよ。川が流れてる雪が舞う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は今は福地の山に見る Riverside my hometown 季節は巡り色を変える今また生まれ
しき友がいる。忘れかけてた松下俊美でございました。ありがとうございました。両サイドマイホームタウンでしたけどですね。この歌好きですね、私も。あ、そうですか。はい、何回かね、あの、私のふるさとでも四万十川のほとりで歌わせていただきました。あ、まあ、そうですか。はい、それはあの、なんか、なんとか祭りとかいう四万十川祭りですね。お、そのまま四万十祭りだったかな。四万十祭りってのはあるの。あります。え、それどういうことがするんですか。どういうこと、まあ、花火大会が、まあ、夏のね、まあ、いわゆる夏のお祭りですよね。夏祭り。夏祭りですね。昔はね、私がデビューした直後に呼ばれて帰った時は、すごい人が、大きなお祭りで。で、だんだん、でもなんか縮小っていうか、人が少なくなったのかな。うんうん、そういうこともありましたけど、まあ、でもこの歌皆さんね、じーんと四万十っていう川の名前を変えて歌うとね、はいはい、なんかおーって感じで。反応がありましたよ。へえ、まあ、嬉しいですね、それもね。ねえ、だって日本全国川の名前変えれば皆さん歌えますよ、この歌。この歌ね。ねえ、お祭りに一曲いかがでしょう。ねえ、ということで、あの、なんかお便りご紹介しますか。もうお便りいきますか。はい、こちらからいきます。はい、皆さんこん、皆さんじゃなくて、かなおさんにとしみさん。うん、そしてキキさん、こんにちは。はい、こんにちは。急に冷え込みましたが、体調はいかがですか。うんうんうん、オイラはまだ T シャツにスウェットジャンパーで余裕です。うん、これは博多のミキさんです。お、先週のラジオも久々のリーちゃん登場で盛り上がってましたね。あ、ね、素晴らしかったよね。そう、やっぱり。しかし彼女もほんなごと、方言が抜けんですばいね。うんうんうん、今週は2分の一の人数になり、祭りの後のような感じかもしれませんが、うん、あ、そうかもね。おそらくそうはならずに楽しくなるんでしょうね。うんうん、としみさん、カツオ祭りでしたっけ、はいかがでしたか。うん、さぞ盛り上がったことでしょうね。うん、盛り上がりました、おかげさまで。そしてかなおさんにとしみさん、約束の地福島でのライブお楽しみさまでした。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。おいらもいろいろライブに行ってました。でも、うん、そこで感じたこともあります。最近本当におとなしいお客さんが増えてて、ちょっと寂しくなることがあります。うん、はいはいはい。やっぱりライブの本質は、まず演者が素晴らしいパフォーマンスを見せる。うん、そしてそれに呼吸、高音をして反応してですかね、観客が反応を返す。うん、またその反応に背中を押されて演者がさらにパワーアップして見せるという、コミュニケーションチャンネルの構築と増幅だと思ってますもんで、
あの哲学ありますね。まあ金尾さんのライブはいつでも盛り上がりますけどねって書いてますよ。ああ、ありがとうございます。これからも嫌おなしにお客さんが反応してしまう筑豊の暴れん坊のままでいてくださいね。うん。リクエスト金尾さん、ファニーエンジェル。としみさん、チャルメラそば屋。チャルメラそば屋。チャルメラそば屋。だけど、いつも通りなんでも OK です。はいはいはい。あ、マイタービームのライブも楽しんでお客さんを巻き込んじゃってくださいね。ああ、そうですね。オイラは明日一番苦手な同窓会が、同窓会になるものがあり、憂鬱ではありますが、金尾さんのライブを思い出して、ハイテンションで乗り切ろうと思ってます。ああ、同窓会っていうのはなかなか、ね、あれだよね。ありがとうございます。明日、前、明後日ね。あ、宣伝してもらってね。ありがとうございます。明日、明後日ね。明後日ですね。明後日の、17日。日曜日ですよね。17日の日曜日に、マイタービーム、はい、久々にね。ライブやります。渡辺隆史、金尾四郎、松下俊美っていうことね。あと岡地、それで岡島くんとね、ジョイントみたいな感じになりますね。ですね、はい、お楽しみいただきたいと思います、はい、横浜マイタービーム、はい、ね、ありがとうございます、ミキさん、ね、ちょっと言われなかったら、そう、忘れたかもしれない、いや忘れるかもしれないからって言って、ね、いつもね、気を使ってもらってね、気を使ってくれてるんだよね、ありがとうございます、ね、それで忘れてました、うん、それであとは、なんか今言ってたっけ、同窓会か、同窓会あんまり苦手なのね、うん、私も苦手かも、でもだんだん年取ってくるとさ、みんなもう会えなくなっちゃうから、同窓、うん、ですね、うん、会えなくなるからね、同窓会行きたくなるのよ。あ、そうです。俺も行かなかったんだけど、最近たまに顔出すもん、クラス会ぐらいは、そうですよね、うん、だから全体の会みたいのがね、ものすごいいっぱい集まるから、上はもうね、うん、もうすごいお年寄りからお年寄りって、あ、学校の学校のよ、あ、同窓ね、そのたくさんの、あ、そかそか、その会、総会になってくると誰も知らないわけよ、もう、そうですよね、何年度卒業とかってこう、ね、そう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 、徐々にクラス会ぐらいはね、はいはい、ちょっと顔出したりし、たまにするようにしてんだけど、ね、高校の同窓会、高校の時のね、あ、うん、そういうの高校の同窓会、私やったことない、あんまりやったことない、中学ですね、小中が、でも中学が一番親しく なれない、うん、なんか子供、ただ、うん、しばらくぶりに会うと、うん、え、この人どういう人だったっけっていう、なんかね、よくわからないこともあるし、なんかね、じゃあ、かといって大学の時の同窓会なんてやってないし、そうだ ね大学はもうやってないよね、やってないですね、そういえばね、そうだからそういうのもね、まあ、苦手だろうけども顔出すようにした方がね、まあ、そうですよ、懐かしいです、会えなくなることの方がね、今からどんどん増えてくるから、はい、ということでね、お届けしましたが、これ佐藤さんが来てるね、これ気がつかなかった、この下にあったよ、これ今日のやつだね、ファックス今日ですよね、多分ね、皆様こんにち は、風がなく暖かいですねという、さて福島から戻られた金尾さん、いかがでしたでしょうか、福島の皆さんの温かさに浸りましたでしょうかってね、本当にね、心温まるね、日々を過ごさせていただきました、昨晩は西新井でランチ木騒ぎをした私またいいね、ランチ木騒ぎばっかりできてね、同居しているシマリスのチビ君も現れておりましたというね、シマリスまた買ったんだね、あ、本当前ね、シマリス買ってて ね、 そうそう、なんかね、おそらくちょっとお亡くなりになったっていう、じゃ連れてっちゃったの、え、連れては行ってない、飲みに、いやいや、同居してるシマリスのチビ君、まあ、けど連れて行ったかもね、本当、うん、肩にこう止まったりなんかして連れて行ったりするんだよ、ね、可愛いだろうね、口元から落ちるピーナッツを期待して待っているシマリスは可愛いですって、やっぱ連れて行ったの、シマリスと佐藤さんのバランスっていうのはどうだろう、だったら和歌山富三郎みたいな顔してザルして、想像すると想像すると大変だ、まあね、でも可愛い、そのギャップがいいんでしょうね、ギャップいいかもね、本日は金玉、思いっきり楽しんでくださいねっていうことで、リクエストは柳葉敏郎のデビュー曲ステララビューを お願いいたしますって、読みが深いね、一曲目にちょっと書けちゃったけど ね、 やっぱり心が通じ合ってます ね、通じ合っている会みたいな、うん、おっさんずらむパート2みたいなあ、ダメだ、新婚さんですよ、佐藤さんは新婚さん、ああ、まあね、そういうことかもしれませんけどもですね、
これ何一人ファニーエンジェルやるの？ちょっと厳しいね。いや別にいいけど。厳しくないですか？大丈夫？ちょっとやってみようか。今日さもうなんかボロボロだからさ。いや俺ちょっとね、ひょっとして、ひょっとして体中痛くてさ今言ってないけど。ひょっとして痛い。うん、なんかもう、いやひょっとしたら風邪ひいたかもしれないね。体中が昨日バキバキに痛くてなんか集中できないんだよね。このほら電波でこんなこと言っちゃダメだ。ちょっとそこがミス。そういう時もあるの。自分で言って自分で。私たちは何も言いません。みんなさ、なんだかんだあるんだから。行こうか、じゃあ、ファニーエンジェル。行くよ。行きますか。ワン、ツー、スリー、フォー。ファニーエンジェルです。一人ファニーエンジェル、いやどうだろう、なんか一人ってくるんだけどね、どんな風に聞こえたかわかんないよねこれね、うんうん、結構疲れますね。疲れますね。疲れるっていうの。一人でちょっとなんかスカスカって感じがしてね、うん、どうでしょうかね、聞いてみないとわかんない、まあ、まあまあ、でもそれはそれでね、よくなかったらメールが来ると思いますけど、うん、まあそれはそれで皆さんお叱りを受けながらね、こうやって12年間もやらせていただいてきましたからですね。そうでしょ、これ12年もやってらっしゃるのすごいですね。
これなんかちょっとなんかギターが変なんだよね。だからそれ気になっちゃってさ、ちょっと来週から変えます。うん、いやっていうかね、音がねなんかちょっと緩くなっちゃうんですかね。いやこのあれすんのよ、あのあれをすミーンってなんかビビってる感じです。ああ、うん、ちょっとね、ちょっとあれかも、調整した方がいいのかもしれないですね、これね。お便りは全部読んだし、行きましたか、ということでね、お届けしました。もうあっという間のあれですけども、松下さんなんか歌いましょうよ。え、また、うん、また歌ったの、なんか歌ったっけ。歌ったよね、リバーサイドか。歌いましたよ。ほんと、あ、これでミキ君の好きな歌とか、あ、シャンクラブやってみる、二人でシャンクラブって、やりづらいだろうね。どんなのやってみる。やってますか。うん、試しに。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかさ、上海クラブってこれ、これ私のデビュー曲ですよ、これは。デビュー曲ですか。デビュー曲というか、カップリングの曲。うん。これカップリングの曲だけど、あんま歌ったことないもんね。本当。これ、これどれぐらいのテンポになるんだろうな。これ、ね、あんまり早いと歌えないし。あ、本当。うん、どんくらいだか。ちょっと待って、ジャンジャンジャンみたいな感じでそうですか、どっちやってみる。全然分からずにやってるんだけど、だいぶ短くね。あ、もっと長いのこれ。これちょっとこういう歌なんだね。感想があった、うん、こういう、これアレンジってどういう感じのアレンジだったの。ね、これ最初にねデモテープもらった時よりも、うんうん、あのちょっと打ち込みみたいな音がいっぱい入っていて、非常に私は苦労したんですよね。これちょっとこのなんかね、みたいな感じ。いやもうね、チャイニーズになりすぎて、じゃーん、ドラみたいな、じゃーん、じゃーん、じゃーんみたいなのが入ったの。あ、そうなんだ。その瞬間、いやーと思っちゃって。あ、でもそういうのが入った、もっと上のある曲だったんですけどね。でもあれ、あれ雰囲気が出るんだろうね。うん、うん、あの原曲とかちょっと聞いたことないんで分かんないんだけども、一応上海クラブだからそういうイメージで、うん、入れたんじゃないの。そうですかね、ドラみたいなのね、上海っていうのは、ね、これは竹野内さんの作詞作曲で、ええ、あの私のために書いたわけではなくて、うん、ずいぶん前にこれを温めてて、うーん、誰にも出さず、あ、そうですか、歌わせず、
それを私がこれを欲しいですって、これを歌いたいですと。でこれは B 面になったってことね。そうです、カップリングですね、 CD なんでね。ほうほうほう。でこれ A 面が、ジプシーって言ってました。名曲です、ジプシー。それも竹野さんのそうです、全部そう。ああ、そうなんだ。でアルバムを作ろうってことでデビューでね、うんうん、一緒に12曲くらいバーって書いていただいたんだけど、うんうん、結局まあ CD1 枚でね、まあ、こんなことになってしまって、こんなことになってしまって、いやだから僕もこんなことになってしまってね、もうこんなことにっておかしいよね。いやこれいい曲だからね、本当にキョンキョンとかが歌うという。あ、いいかもね。でなんかそういう話があったけど、で出さなかったって言ってました、ね。あ、そうなんだ。温めていて、それをいただいた割に、まあ、ね、B 面でいい曲ってあるよね。いいですよね。最後にじゃあ俺最後、うん、あの今日もう最後で、あらね、もうあら最後に なっちゃいましたけどもですね、あの僕の B 面、ファニーエンジェルも B 面なんだよね、実は。何ですか、ファニー、東京トナイトの B 面、ファニーエンジェル。あ、そうなんですか。そうなのよ、だから B 面って結構いいんだよ。俺スティルアラビの B 面やろうか、最後に。何ですかそれ。え、 You。 あ、そう。ショートバージョン、ショート、めっちゃショート。いや、いいじゃない。雰囲気が分かればいいのよ。それであの、ちょこっとあのお楽しみいただきますけどもですね。最後にじゃ あの僕の新譜フルボディの中から、ね、あ、ないね、時間がね。もう流れちゃってる、またエンディングが。エンディング流れですね、ということであっという間の1時間でした。早かった。ね。うん、なんかね、今日はちょっと僕が調子悪くて申し訳ありませんでした。いやいやいや、ね、とんでもございません。こう反省して反省一から出直しいたしますけどね、よろしくお願いいたします。やった、またライブもね、はい、ライブ告知もありますし、はい、あと今後のゲストの方ね、たくさんね、ちょっと今決まってまいりました。ね、ざっとちょっとここでちょっと時間ないけど、ご紹介するとですね、はい、これすごいね、人たちがいますね。これ後ほどご紹介しましょうか。ナビさんも入ってるし、まあ、1月、うん、あの寿司のナビさんも入ってるし、はい、1月17日決定したのがね、はい、生田圭太郎さんと村上隆一さん、ちょっとこれビッグアーティストですね、大御所来ますね、はいはい、で1月31日がナビさんでしょ、はい、であとねちょっとね、もうその前に、いろいろ決まりました。これあの Facebook の金尾芳郎、音楽魂 NOW で、ご紹介しましょう、はい、いろいろね、はい、お楽しみいただきたいと思います、はい、ということで、お相手は金尾芳郎でした、
松下俊美、はい、また来週お会いいたしましょう。まあ来週は桜田君がね戻ってくる、はい、戻ってきますよ。今日頑張ってね、ライブね、頑張っていただきたいと思います。キキさんもどうもありがとうございました。まっちゃんもどうもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。